はい、皆さんこんにちは、三郷オーストリッチファームのコニタンです。4月の30日日曜日お昼のひなやっていきたいと思います。それでは皆さんよろしくお願いします。行ってみましょう。はい、日曜日は午後がコニタンの一人勤務になることが多いです。ということで、お昼のひな見ていきたいと思います。さて、はい、気温は 28.9 度、湿度は 41%、 乾燥してるわけでもなく湿度が高すぎるわけでもない。天気は曇りでしたね。はい、それでは再度床の温度を測っていきたいと思います。ちょんちょんちょん、おはようみんな、元気かな。はい、それでは、はい、29.5 度から32.2 度、ちょっと暑い。 29.5 度から 32.2 度、 29.5 度から 32.2 度、ちょっと暑いかもしれない。ちょっと暑いかな。で、暑い時は今ヒーターが強になってるな。まあ、暑かったらこんだけ広いからね、ヒーターもあまり当たらない位置にいてくれるんじゃないでしょうか。はい、餌も順調に減ってますね。よく食べてるね、偉いよ。はい、明るいところの餌の方が減ってる感じがします。ヒーター下は暑いんでしょうか。あまり餌が減っていない印象があります。はい、朝に設置したこのライトも意外とストレスのないような感じで、ヒナたちも大丈夫そうです。そうだね、うん、急に明るくして大丈夫かなと思ったけど意外といけるね。はい、それでは一旦餌ちょっと取りに行きましょう。はい、1/3杯を餌付け、1/3杯を分けて与えます。はい、でお水も入れ替えて1/2杯を2皿あげます。それではやっていきましょう。はい、こちらが餌付けになります。1/3杯こんぐらいな。はい、こちらかわいいかわいいひなちゃんにあげまっちょ。サラ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 、はい、餌だよ。やっぱ明るいところの方が目につくんですかね。はい、ちょっとどいてね。
はい、ひなちゃんたちご飯だよ。はい、食べるかな。はい、いっぱい食べて大きくなってね。はい、早速モリモリ食べてます。いい傾向ですね。はい、お皿の前に鎮座して食べようとしてる子もいれば、暑いのかな、ひくひく言ってます。はい、もりもりもり。いや、首かしげてかわいいね。はい、ということで水をちょっと準備していきたいと思います。最後、ひなさんたちの元にお水をね、与えていきます。はい、お水だよ。はい、どうぞ。ひなたちのドアップの動画見れましたかね。どんな動画が撮れたか僕が編集中に確認するんですけど、はい、とても可愛いひなたちでした。皆さん、チャンネル登録と高評価の方お願いします。今後もどんどん可愛いひなたちが生まれてきますので、ぜひチェックお願いします。以上、ミサトオーストリッチファームからコニタンでした。バイバーイ。